滋賀農業公園ブルーメの丘は滋賀県加茂郡日野町にある農業公園である。1997年4月19日開業。指定管理者制度に基づき、株式会社ワールドインテックパークマネジメント事業、本部が管理、運営している。ブルーメの丘周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成中世ドイツをイメージした、楽農、触れ合い、体験をテーマに、自然の中で遊びを通じて、感性を育む体験型農業公園。営業時間及び休園日は、シーズン中と、当期期間中で異なる。入園料は、大人1000円、子供600円で、3歳以下は無料である。また、飼い犬の入園にも300円の支払いを要する。その他、団体料金、 学校行事団体料金、障害者料金がそれぞれ設定されており、年間パスポートも購入できる。なお、各施設の利用には、別途料金が必要である。総合案内。株式会社ファーム。2019年10月17日閲覧。毎年、4月下旬の開園記念として京都、立花高等学校吹奏楽部のマーチングパレードが実施され、人気を博している。 ありがとうございます。